の奴隷世界進出会議まあ世界にも進出するということで、この間ねちょっとアムステルダムの物件見に行ってきたんですけど、うん、どうですか、どうですか、ね、うん、ちょっとね前の道路がまだ工事中で、あと1、2ヶ月ぐらいで工事終わるらしいんですけど、あのすごくいい場所ですよ。もともとピタパンサンド、あ、中東系のファラフェルみたいなやつ、うん、かなんかそういうののお店だったところなんですけど、はい、ほぼ居抜きで借りれるっぽい感じの、うん、面白いですね。なんかあのアムステルダム物件の契約ってなんかその大家さんには家賃を払って、うん、でなんか保証金的なやつってなんかその権利を引き継ぐみたいなやつらしいんですよ、うん、その前のオーナーさんというか前のその店舗やられてた、うん、その中東系の、はい、やつをその厨房設備とかカンキッチンとか、そういうものをあのライセンスと一緒に引き継ぐ、そうそう、ライセンスと一緒に引き継ぐ形で、うん、中庭とかついてますよ、うん、見ました、すごいですね贅沢な、なんかすごいですね、うん、大体アムステルダムの物件って中庭がついてるんですよ1階は、結構いいですよ。フードコートもなんか近くに、うん、あのフードコートはフードコートですごい良さそう、だからなんかうまくいったらあのフードコートにも出店ができるかな。場所的に言うとアムステルダム中央駅から、はい、もう結構すぐのところです、ね、はい、まあ、割と人通りも割といるところで、人もたくさん住んでる、近くに集合住宅とか結構あったりとかして、海外の方が日本のパンに感動する動画があるので絶対海外でも受けますよね。いや僕本当そうですよ、日本はパンが美味しいってみんな思ってて、でも日本のパン屋って海外進出しないよね。あ、うん、なんでだと思う、多分理由ないと思うんですよ、はい、単純に海外進出したら受けるっていう脳がないんだと思いますよ、だからそんなもんだと思いますよ。僕は結構バカ受けすると思いますよ、アムステルダムは、ヨーロッパ展開のまず、はい、まあ、テスト環境で非常にその、まあ、日本人のビザが取りやすいっていうのもあるんですけど、割とその、アムステルダムの空港がスキポール空港って言って、うん、ハブ空港になってるんで、はい、ヨーロッパ全土どこでも行きやすいんですよね、うん、比較的規制が緩いというか、うん、ここもすごく大事なところ で、ね、フランスなんか結構やっぱ規制が厳しいんで、うん、チェーン展開とかなかなか難しかったりとかするんですけど、規模感もいいし、うん、今ブレグジットの影響で結構ヨーロッパ内ではアムスに人も、うん、物も集まってる、そうです、そうです、ブレグジットってイギリスが EU のね、うん、あのから脱退するっていう話があって、あ、まあ、それでロンドンに本拠地を置いてた会社とかが移動したりとかしてるんで、ビザは取りやすい、規制が緩いっていうのは知らなかったです。そうなんです、アムステルダムは実はそうなんですよ。そう、逆に言うと山崎製パン、敷島製パン、なんで世界進出してないんですかって、うん、おそらくだけどやっぱりそのパンの本場だっていうのがあって、うん、はい、やっぱ及び腰なんじゃないですか。メーカーで戦うと勝てないんじゃないですかね。メーカーも向こうに大きなメーカーいっぱいあるんで、あー、そう、メーカーで山崎製パンとか粉売りたい人が行ってもなかなか粉売るのは勝てないけど、店舗レベルだとやっぱりこう、うん、商品のニュアンスの違いで今はもう日本のパンはすごいバズるような感じがありますね、うんうん、そうそうそう、店舗のだから展開でいうとね、うん、そういったところはあるかもしれないですね、うん、ハンバーガーとかもいけるかもしれないですよね、うんうん、本当にクリームが安くてフルーツが安くて、はい、で小麦も安いんで、あ、最高、やっぱりでしかも今は、まあ、円安もありますけど、うん、売価は日本よりも高いっていう、うん、そういうなんか面白いマーケットですよね。確かに年々フランスでバゲット白く焼くのがトレンドみたい、海外もまあフランチャイズ展開でやってますけど、ちょっとね、川村さんのお店で他にレモネードヤさんをね、ロンドンでやってる、ロンドンでやってるんですけど、そこであのフルーツサンドテスト販売、テスト、はい、めちゃくちゃバズってて、すぐされてますね、そうなんですよ、実は結構売れてるんですよね、うん、売れるか売れないかって言ったら、まあ値段次第で全然売れるという、うんうん、フルーツがやっぱ良くて安いんですよね、本当に。フルーツサンドも面白いと思いますね。ヨーロッパでヤーフヤパンって受け入れられるんですかね。でこれがねこれからのチャレンジになるんですけど、うん、そうですね、あのふわふわパンというかサンドイッチとかセブンイレブンの卵サンドとか、うん、もう外国人にめちゃくちゃ人気です。外国人のシェフが来ると、はい、もうあのセブンイレブンのあのふわふわのパンの卵サンドとか、うん、みんな喜んで買って帰りますね、はい、そう、海外の人もいや硬いパンが苦手というかやっぱこういうの生活習慣なんで、うん、あのずっと硬いパンを食ってったらそれが当たり前だと思って、うん、他のパンには手出さないっていうのはありますよね、うん、小麦の奴隷っていう名前にはいかないですさすがに怒られちゃうと思うんで、
上海でやりたいとかすごいですね、うん、すごい。ぜひぜひそういった方もね、本部の方に応募いただくといいかもしれませんね。そうですね、いろいろ仕組みが必要なんで、何店舗かまとめて契約していくっていうのが海外の生き方としては。そうですね、はい、最初から5店舗10店舗を展開することを前提として、うん、あのセントラルキッチンを作りますん で、うん、でそこからパン生地を供給してみたいな感じになると思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。お待ちしておりますので。お、中国総代理店やりますだって。じゃあお問い合わせください。